大阪から来ました谷国みなみです。今、これで大学に通っています。オンライン授業だけしかできないので、ずっと家にいて一人の時間も多いので、少し寂しい時もあります。日本にいる時と同じ状況なので、なんか韓国に留学に来てるのにちょっともったいないなっていう気持ちはあります。四星大学に在学している仙台から来た岡崎優斗と申します。コロナの後でもう学校の雰囲気も静かになったし、学生の姿もあまり見えなくなりました。そういうところ、便利なところもあれば、それ実際授業をオフラインで聞いてる時よりも集中力が続かなくて、授業をちゃんと理解したのかって言われたらすごいよくわからないなっていうことが結構多くて、友達とも実際会えなかったりとか、すごくテストを受けるにもオンラインで受けなきゃいけなくて、それですごいストレスを受けることはありました。友達もできないし、先生ともコミュニケーション取れないので、とても寂しいし、ちょっともったいないなっていう気持ちはあります。韓国人の人と大体同じような考えで、高い学費を払っているのにオンラインの授業しか聞けない状態っていうのは、その分学校の施設を使えなかったり、いい教育を受けられてないっていう部分に関しては、高い学費を払ってる甲斐はないなっては思います。と考えた時もあったんですけど、もう少し韓国語を使って何かがしたいと思って、韓国人の友達もあんまりいなかったので、もうちょっといろんな体験がしたいなと思って大学に行くことにしました。まあ、些細なことというか、まあ、当然のことかもしれないんですけど、普通にやっぱり授業を、大きい教室で授業を受けて、教授と生徒と一緒に授業を受けることが一番の楽しみかなと思います。コロナが終わったら、まず大学に通って、友達を作りたいですね。韓国国内で旅行もいっぱいしたいです。